皆さんこんにちは、フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎です。3連休が明けまして、ちょっとね天気が下り坂で、火曜日ぐらいに、今撮ってるの月曜日なんですけどね、今日の夜ぐらいから東京も雨が降りそうですが、まあずっとちょっと乾燥してるんでね、少し雨が降った方がいいのかもしれません。さあ3連休は、金曜日はね、ラジオのオンエアありましたけど、土日と素晴らしい結婚式の司会、本当に素敵なお二人のね、司会ができて、すごく今本当にまだ幸せな感じです。ブライダルシーズンまだまだ続きますが、頑張ります。さて、先週の1個前の動画でですね、お伝えしましたが、12月1日の金曜日、水戸市坂戸町パルルのすぐそばのカフェつくるさん、これはコーヒードリップをね、プロデュースしていただいている私のパートナーさんなんですけれども、ここで、朗読会を行うことになりました。詳しくは1個前のね、こちらの動画見てください。はい、まだね、空きがあるそうなので、ぜひ12月1日、なかなかこういう機会もないので、お会いしたいです。はい、お待ちしております。さあ、先週11月3日金曜日、文化の日、テーマが、漫画ですね。これも盛り上がりましたね。本当に、たくさんのメールありがとうございました。それからね、スタジオにはやっぱり休日ということもありまして、たくさんのリスナーさん来てくれました。来てくれたのは、誰だっけな、まずガッちゃんが来てくれたでしょ。でガッちゃんが来て、初めてお会いした猫の手下さん、あと最速天武くんもちらっと、シカちゃんにキャンタマちゃんにデリさん、あとラジオネームとかないけど、メール出したことがないけど、いつも聞いてますっていう方が7、8人来てくれました。本当に賑やかな放送になりました。ありがとうございました。さあ、今日もですね、11月3日の放送を振り返りつつ、メール対象の発表で、今度が11月10日の番組、1036回目の番組テーマもお伝えしたいと思います。まずは岡山の瀬戸ちゃん。はい、なんといってもサザエさんですね。私の子供の頃はまだ4コマ漫画で新聞連載されていて、やや社会風刺があるのは子供には難しかったんですが、ギャグ要素もあり楽しみました。その後幼少期からアニメサザエさんも日曜日夕方に、現在に至るまでずっと見てきました。漫画の単行本は、当初姉妹社から発行されていましたが、子供の頃のお小遣いには1冊420円で高いね。6冊購入がやっとで、アニメサザエさんでの全巻プレゼントも当たらず、姉妹社の解散により廃刊となりました。後になって朝日新聞社から再発行されて、全巻購入しました。買ったんだ買いましたが、当時の姉妹社版の67巻が全巻買いたかったという思いは今も残っています。どうなんだ、これメルカリとかそういうので手に入れることはできないのかな。町田ちゃん、はい、人生に大きな影響があったのは、1970年代に少年キングに連載されていたサイクル野郎です。知ってる人いるかな？自転車屋の息子と寿司屋の息子二人が自転車で日本一周するという旅の漫画なんですが、中学高校世代に読んでいた私はその漫画で自由な旅に憧れ、実際に高校1年の夏休みには自転車で四国一周の旅に出かけてしまいました。その後もバイクや自転車でキャンプや野宿の長旅を楽しむようになったのもこの漫画がきっかけです。すごいね。サイクル野郎。平凡ファミさん。女の子同士で学校の休み時間にベルバラだったか、オスカルとアンドレのセリフを二人で言いながら教室の出入り口に差し掛かった時、一人の男子とすれ違ったんですよ。告白のセリフだったんですね。まだ幼かったし、行った友達もびっくりだし、私もね、その男の子は一瞬キョトンとした感じで、その後は大爆笑でした。そのタイミングで、どんなセリフだったのかな。トントンさん。スマホを使用するようになってデジタルの漫画も読むようになりました。スマホでは寝る前の寝室でも明るくてかさばらずに手軽に読めるんで、デジタルはいいなと思っていました。ここ数年は好きな漫画だけ紙の漫画を買ってたんですが、去年、新刊が出たと思って買ったら発売日にしっかり買っていたという事故が起きました。それ以降、わかりやすく管理できて購入したものは買ってあるよとボタンで優しく教えてくれるデジタルでのみ買うようになりました。まあ、僕もね、デジタル、電子版買うんですけど、スマホだとちっちゃくないですか？
タブレットで見てますけどね。豆福さん。漫画といえば衝撃的だったのが、小学生の頃に図書館でふと読んだ戦争の漫画が衝撃的でした。その漫画は戦争というタイトルで、作者は覚えてないんですが、シリーズがあり、東京空襲、中国への日本侵攻、そして広島空襲というタイトルで、3作あり、その3作どれも悲惨で、今思えば小学校の図書館に置いていいのかと感じるくらいでした。でも、作品を読んだ自分としては悲惨すぎて、その日はトラウマになるくらいで、小学生の自分は眠れないくらいでしたが、今となっては悲惨な現状を事細かく描いた貴重な本が、裸足ゲンのように小学校からなくならないように願いたいと思ってるくらい傑作だと思っています。どんなね、漫画なんだろう。大事ですよね。本当に悲惨だからこそね、子供たちにこう胸に焼き付けて、戦争は絶対いけないんだっていうふうに、忘れられないようにしないといけないですね。戦争体験者も本当少なくなってきましたし。栃木のライオン丸さん。これはね、もうすごいなと思いました。ちょっと読んでいきますけどね。ぜひ皆さんにも読んでいただきたい。僕の人格形成に大きな影響を与えた漫画があるんです。これは小学校2年生の頃かな。仲の良い、小学校2年生、これ。仲の良い友達と、週末のようにブックオフへ、通い、昭和時代の、音楽やマイナーな漫画を探していました。そこで出会ったのが、鶴木独身寮という漫画でした。あまりメジャーな漫画ではありませんが、僕の少し上の世代の方なら知っているかも多いかもしれません。ストーリーとしては、社会人1年目の純朴な青年が、社会の荒波に揉まれながら周囲のサポートもあって成長していく。ありがちな設定ですが、ところどころにギャグ要素や少し感動も散りばめており、中学生の僕は仕事、あ、中、中学2年だね。仕事、恋愛、大人の社会をこの漫画から学びました。多分、友情、努力、勝利などの、いわゆるジャンプ的要素に飽きていた自分には新鮮に見えたんだと思います。今、改めて読んでも面白い漫画だと思いますんで、ぜひ読んでみてください。これね、僕ちょっと忘れてたんですけども、本当に今回、この11月3日にこの番組テーマの中で、この鶴木独身寮を挙げてくれた人が7人もいたんですよ。すごい。これ僕も大好きな漫画で、なぜかわかんないけど、弟が誰かから借りてきたのかもらってきたのかわかんないですけど、家に全巻あってね。主人公が宮川翔太っていう、本当に高校卒業してね、就職する物語で、作者が確かね、以前、仮木家具に勤めてて、で、それをモデルにして、鶴木独身寮、鶴木家具の独身寮で、繰り広げられる、まあ、ギャグが、本当に ところどころというか、結構ギャグですよね。いや、懐かしい。これね、調べたんですよ。そしたらね、映画化されてんのね。前田耕陽さんでね。私、早速ですね、あんまり懐かしいから、電子版で、さっき、購入しました。で、久しぶりに読んだ。何年ぶりかな？もう20年ぶりぐらいに読んだんですよ。めっちゃくちゃ面白い。本当にこれはもう電子版で、ね、11巻まで出てんのかな？全部買って読みます。いや、懐かしいな。鶴木独身寮。俺、これ嬉しかったな、これ。部屋長っていうのがいて、田畑っていう、独身でモテない、部屋長がいて、それが面白いんだよね。いやー、本当に鶴木独身寮でいただいたその他6名の方ありがとうございました。さあ、それではですね、前回11月3日、1035回目、テーマ漫画でいただいたメール大賞を発表したいと思います。先週のメール大賞はこの方です。山爺さん、おめでとうございます。山爺さん。一番最初にハマったのは少年マガジンに掲載されていた釣り吉三平です。あれは自分が小学生だった頃で、あまり裕福な家ではなかったので、お小遣いもあまりもらえず、漫画を買うことはとても勇気のいることでした。なので、毎週友人が買ったマガジンを友達の肩越しに読んでおりました。
でもある時その友人が少年ジャンプに乗り換えてしまったため、仕方なしになけなしのお小遣いでマガジンを買って家でこっそり読んでいたら、母親に見つかり、無駄遣いするなとこっぴどく叱られ、罰として1ヶ月間お小遣いなし状態になってしまったことを覚えています。それ以来社会人になるまで漫画はほとんど買いませんでした。わあ、泣けてくるよね。その山爺少年のね、子供の頃の友達のところから一生懸命見て読んで、でも自分で買ってお母さんに怒られてっていう、その姿が目に浮かんでちょっと泣きそうになっちゃったね、山爺さん。はい、僕も釣り吉三平好きでした。山爺さん、ありがとうございます。さあ、それではですね、11月3日いただいた全員、読み上げていきたいと思います。豆福さん、栃木のライオン丸さん、レアルさん、船橋の伊太郎さん、カエル家来さん、笠原の父さん、中市のパワフルママさん、ケイコちゃん、トントンさん、キツネそばさん、坂戸のよい子さん、ログキャビンさん、常温コーラさん、キャンタマちゃん、平凡ファミさん、ムー君、岡山の瀬戸ちゃん、ふんわり子さん、ガッちゃん、町田ちゃん、デリさん、山爺さん、シカちゃん、キッコリーさん、大洗のゲーマーヒロンさん、みかんとあんこのお父さん、ジャン・グレックさん、マユテンさん、肉グラ45さん、久しぶりのヒラメ建築設計ちゃん、久しぶりの白ウサギさん、ハマレオさんに、猫の手下さん、マサノムさんに、ユッキーさん、大洗のヒロちゃん、初メール、パクポンさん、こたつ猫さん、アンパイアさん、エリア51さん、リョウさん、久しぶりの帰ってどうもさん、ジジイさんに、ナッチさん、どうもありがとうございました。はい、ではここからが今週のテーマです。ズバリフォークソング。これこの間やったじゃんと思う人、はい、もう1年経ってるんです。毎年この時期この番組はですね、必ずやるお決まりテーマで、ちなみに去年は11月の18日で、一昨年が11月の12日にやりました。そろそろ来るんじゃねえかなと思ってたリスナーさん多いんじゃないでしょうか。まあ、僕の中でね、どうしても、まあ、僕の中でですけれども、秋の音楽っていうとどうしてもフォークソングなんですよね。じゃあ一体ですね、フォークソングの定義って何なんだろう、調べてみたんですけれども、まあ、僕はきっとアコースティックギターとかハーモニカとか、まあそんなことを用いて奏でられる音楽みたいな風に思ってたんですけれども、そんなことは一言も書いてなくて、まあ、ちょっとここで説明するのは難しいぐらい結構ぼんやりなんですよね。フォークソングの定義って合ってないようなもので、多分自分が聞いてフォークだと思うものはフォークなんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、皆さんが、はい、これは私が好きなフォークソングと思えばお寄せください。はい、なんかエピソードとかね、寄せて、ファックスは 029-307-8055、 メールは fm76@fmparallel.co.jp、 ご自宅のパソコンや外出先のスマホで簡単に聞けます。はい、パソコンだったらサイマルラジオ、スマホだったらリスンラジオの無料アプリをダウンロード。今週のテーマはフォークソング。